どうもそうじゃないそうです。今回はグッズ販売お知らせコーナーということでやってまいりました。ちょっと前にね、その公式のオフィシャルグッズの方から、まあ、お知らせというか、そのグッズ販売されるよっていうのがねあったんで撮影してるんですけども、まず一つ目は佐々木琴子卒業記念グッズ。いや、やってまいりました。もうやばいね、もう3月終わっちゃいますんで、それと同時に、コトコさんも卒業しちゃうということで、めちゃくちゃ悲しいんですけども、まず販売期間なんですけども、今日の9時から、夜9時からもうすでに始まってます。それで3月31日の、23時までということで、まあ1週間ぐらいなのかな、1週間もないって感じなんですけど、これはもうね、コトコの方絶対買うべきでしょうと、最後に買うべきでしょうということで、まず1つ目がこの B5 アクリルコップということで、いいね、コトコさんやっぱ美しい、めちゃめちゃ可愛いという感じになってます。そしてもう一つが、メモリアルポストカードコレクションということで、初期の頃から、今までのねポストカードが詰まって、まあ、これもさっきのねアクリルポップも、コトコ推しだぞっていう、最後にこの美術館の中でコトコ推してたぞっていう証にもなると思うんで、ぜひ購入をご検討していただけたらなと思います。まあ、僕オフィシャルグッズの人に今なったんですけども、よろしくお願いしますということで、そして2つ目が AC アバースデーライブメモリアルグッズです。いやもう1ヶ月前ですね、 AC アバースデーライブは。でこのグッズの販売期間なんですけども、今日の夜9時から、3月31日の、23時までということで、さっきのね、コトコの卒業記念グッズと同じという感じになってます。でまあこの AC アバースデーライブのメモリアルグッズを税込み5000円以上ご購入のお客様を対象に、抽選でサイン入り個別のぼりだったりとか、サイン入りロゴのぼり、サイン入りマフラータオルなんかが、当たるっていう感じなんで、購入するんだったら5000円以上の方がいいのかなという感じですね。でグッズに関してはキーホルダーだったりとか、アクリルポップなんかいろいろあるので、ぜひねオフィシャルグッズの公式サイトに行って見てみてください。ということで今回はね、ちょっと急だったんですけども、これで終わりたいなと思います。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。バイバイ。